インターネットテレビウィル増刊号の山根です。本日は、えー、全自衛隊トップ、えー、統合幕僚長の川野勝利さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろ、えー、今回はですね、軍事防衛のプロから見たロシアのウクライナ侵攻についてまあいろいろとお伺いしたいんですが、はいはいで、まずですね、このプーチン大統領はこうどういう戦略の元、うんうん、ウクライナ侵攻を踏み切ったのか、か、えー、そしておそらく誤算があったように思うんですけど、えーえー、そのあたりのことをあのまずあの。 今第二の都市ハリコフで結構激戦がついてますけどもあの1941年の独ソ戦ドイツとソ連との戦いでもあそこはもう激戦区になってるんですよね激戦地に、はい、それでやっぱあの時のやっぱあのデータとか教訓でもう、えー、十分 ウクライナは持ってるしい、おそらくロシアは持ってるはずなんですよね。で、季節的に言えることは、うん、やっぱり2月までがあの氷が張っているので、した、はい、って戦車等もう動きやすいと。で、それ以降になると氷が溶け出してぬかるみ出すので。うんうん あの気候師団等がやっぱ行動しにくくなるということはどうも一般的に言われてるらしいんですよ。ということは去年の秋10月ぐらいからあの舞台を展開して、えー、共同演習と称して、はいえー、動員かけてるわけですよね、えー、訓,練訓練と称して、はい、ですからそれからですからこう2月がもうあの軍事行動をそこが耐えるミリミットだと彼は見てったと思うんですよ。うんえー、でそのその間ずっっとあの外交交渉をやってそしてし一気に えの2月に入ってや,やったということだと思うんですが今言いました2月を超えるとなかなか難しいということになると、えー、初めからやっぱ短期決戦できると思ってたんじゃないかと思うんですよ 2>,、はい、2月中に終わらせることができると一はい、4日でそういう見積もりの下でこの2月の24日ですかね、はい、に行動を起こしたと。はい 思いますそれが今ちょっと目論見みが外れてるんじゃないでしょうか、ねえー、その目論みが外れたその誤算を、うん、が生じた原因としては何なんでしょうか、ね、まずですね彼の今までの成功体験として、はい、あのグルジア2008年だと思いますが、えー、グルジアやってますね、まあ、今ジョージアですね、はい、それからあのクリミア半島やってますね、はい、あの時でもですねやっぱりあの非常に短期で終わってるんですよね、はい、だから,だからも今回も恐短期で終わることができると、まあ、踏んだだろうと思うんですよ。えー、ただし 今回についてはやっぱりもうウクライナ側にとっては祖国防衛線そのものですからこれはもうキエフまで狙われてるわけですからねそれはやっぱりもうウクライナの軍の指揮それから住民の国民の士気というのはそれはもう雲泥の差だと思うんですねクリミア捉えた時とはね。ですかららそこ辺の あのー、予想以上の抵抗に回ってるっていうのが現実じゃないでしょうかね。でウクライナ兵としては、まあ、独立国家としてもちろん祖国防衛の意識っていうのは非常に高まってると思いますし逆にロシアの士気はこれめちゃくちゃ低いです、ね、あの普通考えると、えー、あの軍人としてはですよ。えー あの戦争するとやっぱ戦争目的が明確であればね、はい、非常にそれは士気も上がるんですけどおそ、えー、らくロシア兵にとってはんで自分は、はい、<laughs> ウクライナにいるんかという疑問さえおそらく持つしですよ、うん、戦ってる相手がウクライナ兵はね、い、ウクライナ人というのは、うん、まあまた日本人人人から見ればロシアももウクライ区別つきませんよね、えー、でしかもな文化も非常に似通ってる、はい。それとあとあ言葉も、うんうん ウクライナの東部地域はもうロシア語だって言うんですよね、えー、でゼレンスキー大統領は普通言葉はロシア語でしゃべり、えー、ウクライナ語を勉強したっていう人ですからね <laughs>、えー、ですからま,あまさにあのなんっあの同胞同士が戦ってるわけで,、はい、でこれはやっぱりあのロシア兵としては、はい、あのまあもう明々白々な侵略行為ですから、えー、でなぜ自分たちはあの同胞のところに侵略していてこんな殺し合やってるんだという疑問に思う。思う やっぱりこのウクライナに攻め入って市外でウクライナ市民がロシア兵に対して批判的な言葉を浴びせてそれにやりきれない表情を浮かべるロシア兵みたいな映像が SNS とかを通じてそういう場面が恐らく至るところで出てきてるんじゃないでしょうかね。で聞くところによると実戦ではなくて最初は演習として。 いつの間にかつまり聞かされてなかったとこういうことは。という話なんですけどそれってありえるんですかというか実際ありえているわけなんですけどもこれって常識的に考え常識的にはないですね演習と称して行かせて実際実戦だったっていうそれはもう演習は演習で終了してそしてもう先端を開くんであれば当然命令のもとにやるわけですからそれは徹底するの普通ですよね。一つの差が あまあ、今の状況を招いていると思うんですけれども、えー、この兵力の差ってどうなんでしょうか、ね、あのこれはねやっぱりあのもう兵力はやっぱり断然ロシア軍の上ですからね今、あの非常に頑張っていますけども、えー、ウクライナ軍は。 でしかしながら今、とあの見通しよる将来において、はいえー、他国があ軍事支援するというのはちょっと考えられないですよね、今、はい、そ,そういう意思表示はどこもしないわけですよね。はい、そうなるとウクライナ軍だけで頑張るということなんですけども、はい、やっぱりこれあの、兵力の差というものが、まあ、だんだん効いてくる可能性はありますよね。う ただ情報を共有するというか西側諸国アメリカだったりイギリスだったり情報機関が相当情報を与えてますのでそれでまあそれの今チャベリンっていうんですかね対戦車ミサイルであるとかあとスティンガーチータイク要するに携式の武器をどんどん今ウクライナ軍に与えてこれがかなり威力を発揮しているようですからそういった。 ある種の、まあ、ゲリラ戦的な格好で、うん、やっぱあの兵力が少ない軍のや,っぱやり方としては正面、えー、正面同士で戦っても勝ち目ないのでそういう進出鬼没で、はい、あ,のある種のゲリラ戦的な戦い方をやっていくんじゃないですかね。うん、それとやっぱりあの長引けば長引くほど、はい、あの兵力の差はあるとはいええー、それはやっぱりロシアにとっては嫌ですよね。えー、まず あのこれだけ国際社会があの非難を集中するということもあまり予想してなかったとプーチンは思うんですよ、えー、それはあのウクライナの時とかあのジョージアの時とかやっぱそれはやっぱり様相違っていると思うんですよね。はい、でそれとやっぱりあの経済制裁ですよね、えー、スイフトまで動員したということは今までやったことないですから。えー あここまではおそらくやらやってくるとは思っていなかったんではないかと思うんですね。特にあのドイツは燃料をロシアに依存してましたから、ええ、そのドイツが切ってくるなということは思ってなかったんですね。ええ、そこら辺はやっぱり見誤ったんじゃないかと思います。まあそこあたりにまあ過去の成功体験ゆえの誤算があったとか、ね。そうですね。あの、うん、ソ連時代もですね。うん、あのハンガリー動乱とかもう、ええ、プラハ。ええ プラハの春と言あれましだけどでやっぱもう一気に首都にあの戦車を導入してて一気に押さえつけてるんですよねだからやっぱそういう,うそういう勝ちパターンが、まあ、プーチンの頭の中にあったんじゃないでしょうかねところがそうはいかんかったっていうのが今の現状だと思います、えー、ですからの各使用発言についても、はい、やっぱ焦りの一つだと思いますけどね。えー ですね、川野さんは弊社「枠 a c から統合爆練書「我がリーダーの心得」というサブタイトルで刊行されてるわけですがこのリーダーシップっていうのにちょっと注目したいみたいと思いまして今回プーチン大統領とゼレンスキーさん非常に対照的だなと思うわけですよ。プーチン大統領というとんか孤独な独裁者というイメージでんか。 習近平とかまあ金正恩みたいにこう疑心暗鬼になってこう部下周りの人間も誰も信用できないそれゆえにこう情報なんですかねその部下もまあプーチンに忖度して正しい情報が果たして入ってるかどうかみたいな疑念もありましたただゼレンスキー氏は こうは元コメディアンという面がまあ強調されますけどまあ結構明るい方なのかまあそれは戦略かもしれないですけどねただ SNS でえまあキエフに残ると言っても毎日発信されてますけどその2人の対照的なあこの様子をどうご覧になってますか なんですけど、はい、やっぱり今回についてはこのせあの非常に厳しい状況の中でもどうもやっぱキエフにとどまって、ええ、それであのメッセージを発信し続けてますよね、ええ、で国民を鼓舞してますよね、はい、やっぱり戦時の大統領としてリーダーとして非常に私は、うん、あの立派でやってるなと思いますよね。ええで翻って、うん アフガニスタンの時はですねタリバンが攻勢をかけた瞬間にガニ大統領はここへ逃すされでそうではなくてここまでウクライナ軍があるいはウクライナ国民が頑張っているのはやっぱゼレンスキー大統領のリーダーシップ戦場の時のリーダーシップ絶対逃げないとメッセージを発信すると鼓舞すると国民をと。これは あの政治のリーダーとして、えー、あのよくやってるなと思いますよね。えー、でかたやプーチン大統領についてはやっぱりは、うん、やっぱあれですよねあのこう意思決定のやり方を時々テレビに出てますけどね何、えー、て言いますかやっぱりあのい,いろんな意見を聞いて。あのえー 本当に正しい情報がプーチンのところに入ってきてくるからなるとなかなかそんな感じではないですよね、もうプーチンがもう独走してると、えーで、プーチンに意見する人もいないといった状況で、な <laughs>、えー、んていうかですかねあの、うん、リーダーとしてはあの組織をまとめ上げるということにおいて、やっぱりちょっとリプーチンは失敗してるんじゃないかなと思いますけどね。特にあの私実はあの今 軍の、指揮している、ゲラシマの参謀総長って、うん私。あの、東京でもありましたし、うん、モスクワでもあったんですよ。うんうん、わ分かりません。わかりませんがね。<laughs> あの、テレビで、プーチン大統領の指示を受けているゲラシマムが出てきたんですよ。はい、私の印象ですよ。だからわかりません、ね。えー、なんかね、気乗りしないような顔してたんですよね。なんか。<laughs> えー、うん、まあ、やっぱり、ナイスすね。えー、おそらく。 あの私は汗してた広島参謀総裁そんな非合理な人間じゃありませんからね、えー、やっぱ心の底には何かの疑問も持ってるのかなとこれは推測ですからねそういう。 思い持ってますすそうでねこういう国際状況考えたら国際社会の目を考えてこれほど非難されていて合理的に考えたらこのまま突き進むあんまり合理制定ないじゃないですかで、あのヒトラーがヨーロッパをこう席巻してきましたよねあれってやっぱ生存権という陸地でドイツ生存権なんですよね。生存権だからドイツ 生きるためにこの土地は必要なんだと、はい、こういう理屈で言ってるわけですよ、ええ、だ今回もウクライナはロシアの生存権だという話なんですよこれは突き詰めると、ええ、だから今それこそあのー プーチン大統領がウクライナをナチオフしてるんですが、はい、やってる行動を見るとそすそねゼレンスキー大統領がユダヤ系ですしなんかもうまあいろいろ、まあべこべになってますがうん、うんまあ、いずれにしてもその、えー、当初考えた計画からはあの、まあ、今後の,あの選挙展開あいろいろあるんでしょうけど、はい、今のところあの プーチンの目論見みからすれば、えー、あやはりちょっと外れたいいう感じじゃないでしこう非合理的な選択を続けるプーチン氏が、うん、もしかしたらもう何をしでかすかもわからないような状態で各 とかまあ化学兵器とか大量破壊兵器に手を出すんじゃないかというようなまあ予測というか懸念もありますが、うん、そのあたりはあのキースナゴカムってありますよね、えー、やっぱり今のプーチン大統領のその今回の行動パターンというのはやっぱり。 どう考えてもやっぱ、うん、あの合理的でではないですよね、えー、でそういう合理的でない判断をしたプーチン大統領が追い詰められた時にどういう手段に打って出るかについて、うん、今核って言いましたよねあれクリミアの時も核の準備をさせたって言ってるんですよね彼、えー、だからまあそうならないことを願いますけども、えー、彼の頭の中にはあの選択肢としては あることとは間違いないと思いな思ますけどね、うん、今回このウクライナ侵攻にあたってこ指揮者たちがですね、えー、まあロシア専門家と称する人たちが、えー、まあ日本のメディアとかでですねプーチンは攻めないと、えー、これはあくまでブラフであってあ<ー>いくら兵をこう極古線沿いに、うんえー、並べてても、うん、まあ本当に踏み切ることはないだろうと言ってましたが実際踏み切ってしまったわけじゃないですか。 ここれって中国にも言えるとと。ななのか習近平はねそんな攻め込むような人物ではないと中国はそんな国じゃないと中国専門家というかそっちの方たちは言いますがねで正月年明けのウィルズン看護で岡本さん出演頂いてそこでは中国が台湾侵攻これはもうタイミングが問題であって侵攻はすると。 ただするしないではなくていつやるかが問題なの、うん、で、まさにこのプーチンの動きを見ていたら、そのまんまこう中国にまてはまるなと思ったんですけど、あのですからこのまあ中国の方いきますとね、はいあす、あの台湾をあの軍事的な何か別にしてまあ併合する統一。はい